澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。それでは今から扱う長文の全体像でございます。段落が5つ、そして設問が15個で、その設問形式はですね、内容一致問題と下線部説明なんですが、皆さんちょっと長いので、その中から段落1つをですね、抽出してやってみたいと思います。では頑張りましょう。すみません、第1段落でございます。ひとまず一読をお願いいたします。すみません、最初の設問の指示と選択肢でございます。で、第1段落のこの前半部分が見えてるかと思いますが、ちょっと多分前半だけだとなかなか選択肢絞れないかと思いますので、この後後半をお見せいたします。すみません、第一段落後半でございます。ここ皆さんお読みいただけますと、選択肢一つに絞れるかと思いますので、ちょっと考えていただけますかね。さあ皆さん、ヒントですが、まず文頭ですね。フォーリンネスはビケイム…で、皆さん、対比ですよね。皆さん以前からお伝えしておりますが、バット。対比の右側、このバットの後ろはですね、筆者の主張というところですから、しっかり皆さん読んでいただきたいと思います。そうすると、私のテーマ、もしくは私の魅力、そして、ウェーブルッキングということで、まあ、物の見方ですよね。それは多くの地元の人たちができないような物の見方ができますよと。もしくは、最後の方なんかには、生まれた時から与えられております。恩恵ですよね。それは親密な間柄の点々というところで、皆さんこのあたりを総合して考えていただけると選択肢選べるかと思います。で、皆さん各選択肢見ていきますが、選択肢 A であればこのバツしたところですよね。外国の人たちと一緒にいると快適だ。書いてるか。B なんかはバッドエクスペリエンスですね。書いてますか。選択肢の C はインディアンということですが、インディアンだけに特定して大丈夫ですかね。というふうに考えていただけますと、ということで皆さん正解は D ということでよろしいかと思います。皆さんこの線引っ張ったところですね、ご覧いただけますと、皆さんベリーファミリアということですね、とても慣れ親しんでる、ちゃんと分かっている、めちゃめちゃ理解できているということですが、それと言い換え可能なものと言われたら、まあ、例えばこのあたりですかね、生まれた時から与えられているということでよろしいかと思います。もちろん生まれながらに持ってるんですからね、自分の持ち物でございますので、自分のことはちゃんとよく分かっている、もちろん慣れ親しんでいるものというふうに言い換えることができますよね。ですので、選択肢の D が正解ということでよろしいかと思います。で、もちろん根拠とした場所はどこですかと言われたら、これですよね。B 動詞の右側ということでよろしいかと思います。そして皆さん、正解となった選択肢の D も、B 動詞の右側が確定できている根拠になってます。さあ皆さん、続いて2問目でございます。選択肢眺めるとですね、大事なく前半をもう一回読んでいただくといけるんじゃないかと感じがしますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、ヒントでございますが、この点々点のところですね、ちょっと線を引っ張ってみましたので、このあたりを総合すると答えが選べますね。皆さん、もちろん正解は D、Nowhere ということでよろしいかと思います。もう見て、皆さん見ての通りですね。インドの血を引くご両親のもとに生まれ。で、生まれた時にはイングランド、オックスフォードにいますよと。で、その後、カリフォルニアに引っ越してますよね。
ですから、このあたり、3つの大陸の中で全て自分がフォーリナーであるというところでございます。ですから、フォーリンと考えられない状況を選択肢の中から選ぶわけですから、A、B、C を外して D ということでよろしいかと思います。で、皆さん根拠となった場所はどこですかと言われたら、例えば To、前置詞の右側ですよね。もしくは Moved To、To という前置詞の右側。もしくは Was、B 動詞の右側ですよね。このあたりでバッチリです。さあ皆さん、最後の設問でございます。皆さん、大事なく後半にですね、ヒントが隠れているかと思いますので、ちょっと皆さん一読していただいて、検討よろしくお願いいたします。皆さん、ヒントは先ほど線を引っ張ったところですよね。特に皆さん、このあたりでいいかと思います。もう生まれながらに与えられているものですよね。で、皆さん正解は C ということでよろしいかと思います。皆さん特にナチュラルアドバンテージですよね。生まれつき持ってる長所ということでよろしいかと思います。もちろんヒントはやっぱりこのあたりですね。given from birth, the benefit, 恩恵というところでも非常にプラスの価値観を持ってますね。で、生まれながらに与えられているものでございますので、これがナチュラルというところでバッチリです。でもちろんヒントとしたのは、これですね。B 動詞の右側。そして正解となった選択肢も as ですね。前置詞の右側。もしくは文末ということで情報構造バッチリです。サビさんお疲れ様でございました。皆さん、5個段落があるんですが、その中から1つの段落ですね。抽出いたしました。じゃあ皆さん他の段落はじゃあどうなんですかっていうと皆さん解き方はですね、今ご覧になっていただいたものと同じでございますので、ですから皆さん解き方とか考え方とか情報構造も常に一定のやり方でですね、解けますので全然問題ないかなという感じはいたします。で、皆さん大問ですね、もう一台ですね、そっくりな問題あるんですけども、やり方とかもしくはレベル感もですね、ほぼ同じということでございますので、今ご覧になっていただいた解法ですね、それがそのまま使えますので安心でございますということで、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。では明日以降もよろしくお願いいたします。